なんかやばい感じの展開になり、ほんまになんか、秘密の時間やって。なんか、みんなか、多分動画には映ってないと思うけど、そういう表情できた。そういうルート入ったんか？ほんまになんか、訓練みたいな感じになってるわ。こういう操作ね。あ、そうかそうか。こういう展開の仕方だ。コントローラー左、どこいたっけ俺。大 体メッセージ進めるときは右しか使わんけんさ。左のコントローラーどこへ行ったん？おい、反応が悪いわ。オッケー。どうい、起動。ユーザーオーセンティケーションコンプリテッド R2 めんどくさそうに喋ってんじゃねえよ。おい、えらいめんどくさそうに喋っとんだ、あんた。なんだ？コネクションエラーとか出てくるよ。何これ？サーフェイス久々の出撃です。人の文明を破壊するメテオラに一条の鉄槌を。そういうのいちいち言うのはあかんって感じなん？訓練やけど。言いたいところではありますが、本日は残念ながら訓練です。ノリから入るタイプの人間なんだね。ピトス演算空間。てか、こういう訓練の様子とかあるんやなっバーチャて。ルの世界にしては悪くありませんが、味気ない光景です。なんかマインクラフトにこんな世界あるような気がするな。おお、青葉。量子ボディの調子はどうかな？葉。量子ボディ。いいっすね。おっぱいの膨らみも大きくて。いいっすね。身体感覚は正確に再現されている？知らんよ。それは俺は知らんけど。疑問ってなんなん？疑問って。体は問題ないが、妙なところだな。まあ、電子の中に入ったっていう感覚なんピか？トス演算空間はバーチャルの中でもかなり特殊な部類に入るからね。うん。脳に直接的にリンクするから、五感にあらゆるシチュエーションを映し出せる上に。へえ。時間感覚すらも引き伸ばすことが可能だ。精神と時の部屋じゃないですか、それ。精神と時の部屋じゃないですか。めっちゃ修行し放題じゃないですか。設マ定ジ次第ではか。現実の1分で内部では数十日が経過する。うジわュリー博士もよくここで研究をしてるよ。人よりも長く思考したいからって。ん、老けるよ。精神年齢老けるよ、それ。なんでそんな場所で訓練なんて。最近マキアの破損や整備不良が続いたから、ここの方が安全かと思ってさ。ほーん。そうまでして訓練をする必要があるのかは疑問ではありますが、史上最多の出撃回数を誇る百戦錬磨の我々に失礼です。この間撃沈されたばかりだの。何回勝っていようが一度負けたら終わりだ。そこで死ぬからな。あれはマキアが停止したからです。緊急事態が重ならない限り、アークノアが不覚を取ることはありません。はいはい。二人とも仲良くね。それじゃあセットアップを始めるよ。でもこういう空訓間練があ中るんやはなって感じやピトスな。内部の時間が引き延ばされるから、通信は途絶するけど、二人のコンビネーションで仮想敵を撃破して。ちょっと面白そうやな。さて、クロエ。なんだよこれ。内部時間の慎重処理により現在ここは観測不能な状態にあります。図らずとも密談に適した状況ができてしまいましたね。ね、なんだ、密談しようてか。今のことでも話したいのか。イチャイチャしようてか。みんなに知られないように二人の関係イチャイチャしようてか。いつもちょっとツンケンした態度でおるんやけど、実は二人きりの時はすごいラブラブなんですみたいな。BL、ちゃうな。GL？ ユリ漫画？ユリ漫画的な感じなんか。ええ、あの獣の処遇、いえ、処断の方法について話し合う必要があります。アニマを処断することにもはや心理的抵抗はありませんね。あるわ。バリバリあるわ。正直抵抗がないわけじゃない。あいつの姿形は効果を連想させる。キヨナと今でも惑わされそうになる。ですがクロエ、それはメテオラの策略で。 うん、さっきも言うたけどさ、被害妄想に感じるんだよ、そのノアの発言ああ、が。分かってる。あいつの中身はメテオラだ。コウコを殺したメテオラだ。私はあいつを殺すことでこの迷いを断ち切らなくてはいけない。もうさ、アニマ殺害ルートの方に入って一挙感じがする。クそんなロエルートががあアるニマかはの知らんけ目どを解きね。放たれたことを
喜ばしく思います。ではまずは期日を定めましょう。アニマをいつまでに撃破するか。そんな期日するね。え、そう、なんか納期みたいな感じの。今日だ。今日やるん。お前気弱すぎるだろお前。今日私の手で撃ち殺す。マジか。待ってください、クロエ。やべえルート入ったな。やべえな。アニマの早期排除を促してきたのは私ではありません。ノアドン引きし始めとるんか。拙速というものです。ノアがドン引きし始めたら、もう切り替えが早すぎて、クロエの切り替えが早すぎてノアがドン引きし始めたよ。いや、むしろ遅すぎたくらいだ。クワゴが死んでから2年だぞ。お前の言っていた通り、すぐに殺すべきだったんだ。ノー、コウコが死んでから2年だと。東京クロノスが発売されてから2年なんだぜ、こっちは。衝動性は人の良くない特性の一つです。考えなしにジュリー博士に逆らった場合、あなたまで重い処罰を受けかねません。それにアニマは小さくてもメテオラです。返り討ちにされる可能性も高い。構わない。やる気満々だね、クロエ。やばいな、俺がサイコパスの選択肢し始めたせいで、クロエもサイコパスっていうか、そっちのやべえ方向に向かっていってしまってるのかな。終わらせる。高校に渡されたあの銃で。これを見たら俺の選択肢は正しくなかったな。絶対正しくなかったわ、これ。ね、クロエ。やっちまったわ。私を撃って。哀れ悲しいデザインの。あなたはいつも潔すぎる。それ褒めてる？自分の命にすら執着することができないのなら、それはもはや人間というよりも人形のような。褒め言葉として受け取っておきます。物語がやばい方向に向かっているということが分かります。うわ、もうやる機会みたいな感じになってるわ。好都合ではあるが、横で寝ていいですかね。俺横へ寝ていいですかね。俺が引きを引きつけとくからさ、アニマのこと。その間にクロエからこっそり近づいてやるっていうことでいいですか。不愉快だったんだ。何もかも。特に、コウコに似たその瞳が。あ、来た。拳銃。無傷。え、聞いてない。いや、すり抜けたのか。すり抜け？何だその能力。ホログラム。あれ？本物はどこに？出てこいアニマ。どういうこと、どういうこと、これ。え、アニマがやったというよりジュリ博士がやったみたいな感じになってるけど。なんだい急に、ミダリに緊急コールを使うんじゃない。あれ、どういうこと。あれ、ジュリ博士が見張っておるってか、そういう展開で出てきたんかなと思ったよ今。アニマはどこだ。部屋にいないぞ。連れ出したのか。何を言っているんだい。アニマなら納期に昼寝してるじゃないか。あれ、なんかジュリー博士も実態把握できてない。それはホログラムだ。本物は監視部屋にいない。あれあれ、なんだって。おいおい、まさか。あれ、ちょっとジュリー博士は、え、やられた。数分前から監視映像が差し替えられている。え、ノア？何やってん？ノア、アホワークの仕業だ。え？ノア、あいつは兄もどこに連れて行ったんだ？もう誰もかもが予想外って感じの反応し始めたよ。兄が都市に降りたところまでは足取りを終えているが。都市を降りた。しかし正確な現在地はつかめない。いや、スフィアにはノアの目撃情報が。はあ？のんきにライブをしているだって？ん？今すぐアルゴスを総動員して操作不能。どういうこと。まさか乗っ取られ、あ、ノアが。あ、そういうことか。ああ、パトロックスか。パトロックスがノア乗っ取って、パトロックスはどうにかしょんじゃ。いまいましい。ドローンが使えないなら人力だ。ほやな、パトロックスなんか妙に情報戦に強いみたいなことを言ったけん、ノアのハッキングぐらいしそうだな。そういうことか。まさか私の代わりに。いや、なんか、やろうと思っとんだったらさ、こういう感じをせえへんと思うよな、俺。
なんか逃がしちゃうような感じ。アニマを逃がしちゃうような感じがするぞ。で、なんで逃がしちゃうかって言ったら、パトロックスが操ってるからみたいな。おはよう、みんな。今日も星の光を探しに来たの？それとも、私に会いに来てくれそんたので、かしノら？アを乗っ取って、こう、ライブを始めるってことはさ、パトロックスのさ、意見をさ、ノアに言わせて、市民の意見をパトロックス寄りにさせたろうみたいな、そういう魂胆あるんじゃね？インフルエンサー作戦じゃ。インフルエンサー作戦使ってきてやがった。そういうことかな。そんな気がする。ほら、みんなメロメロやもん、ノアみんに。な寂しがり屋ね。私がいないとダメなんだから。さあ、みんなで肩を寄せ合いましょう。わ、パトロックス的な意見言いそうな気がする、ノ今日はアが。小さな声で歌うから、いつもよりそばに。こんな時に何を。アニマはどこに。クロエ。お、ヤマト？おお、アオバも。博士から連絡を受けたんだ。本当なの？ノアがアニマを連れ出したって。何考えてんだ、ノアのやつ。アニマが人に襲いかかったらどうすんだ。俺はパトロックスに操られてると。ノアが操られてるって踏んだね。なあ、俺たちはどうすればいい。ここにいる人たちを避難させるか。いや、まずはアニマの発見が先決だ。見つけたら直ちに抑止装置を。ああ、抑止装置っていう言葉にちょっと俺心引っかかるんだよな。使いすぎて。おお、普通におるやん。もう普通にエンカウントし始めたよ、お前。こっちだ、アニマ。わ、誘ってるやんのは。アニマ、こっちだぞ。ノア、お前、何をしてる。絶対いつもノアじゃないわ、こんおな。い、悪夢なら覚めてくれよ。メテオラが俺たちの町にいるなんて。捕まえねえと。ダメだ、二人とも。刺激しないで。こんな時のための抑止装置だ。クロエ、起動をお願いできる？できるかな？ああ。あ、できた、できた、できた。止まったのか。早いとこ回収して閉じ込めようぜ。やばい感じになってきいそうやや、な。アルゴスの到着を待って、アームによる回収を。なんだこの音。あれ？クロエに対しても抑止装置？何、何？クロエ、下がれ。何、何、何、何すか？アルゴス！何かガシャーンって。アルゴス機能停止して落ちてきた感じ？どういう状況？なんかやばい感じになってるよ。んなことをしたらお前まで。離れていろ、クロエ。流れ星は一つではない。世界を壊し、人の心を汚染する偽物の星くずめ。なんだい？どういうこと？アークノアが本当の星の輝きというものを教えてやろう。どういう言い方で言ってんだそれ。どういう意味合いで言ってんそれ。わあ、暴れております。抑止装置は使っているのに。興奮してるんだ。平時以上の力が出ているのかも。スーパーサイヤ人みたいな感じやな。バーサーカーやん。しぶといやつめ。ノア、お前、私の代わりにアニマを。そうなん？なんだい？おおおおおお。クロエを撃ち殺されたくなかったら、今すぐ投降しろ、アホアーク。人質にされてる。俺、さりげなく人質にされてる。あと、もう少しで、こいつを排除することがであ、きたのに。俺のパトロックス、ノアを操ってる説は違ったんやな。ちゃんとノアの意思でこう連れてきとったんやな。私を見るノアの瞳、哀れむような、案じるような。虫のように容器に閉じ込められた気分はどう？薄葉かげろう、大葉かーくちゃう。随分派手にやらいや、かほしんまてにくれ虫たじゃサイなズじゃん。いか。鳥かごみたいな感じになってる君やん。の研究素材を瀕死にまであ、追い久し込ぶまりれに出た指令出てきましたね。え、何してたんですか？休暇取ってたんですか？温泉旅行ですか？
消去される覚悟はできているのかい？待ってくれ、アニマを殺そうと言い出したのは私。黙っていろクロエ。人間ごときにアークの真意がわかるものか。お前はいつもそうやって。気色の悪い友情ごっこはよそでやってくれたまえ。私は手を噛んだ飼い犬を罰するのに忙しいんだ。だいたいクロエ一人がかばったくらいで許されるほど甘っちょろい罪じゃない。そうかもしれんな。てかノア、自分の意思であんな感じまでやってしまっとったんやなって。システムへの干渉、アニマ誘拐、アルゴス破壊、アニマ殺害未遂。もうやるやいようことが役満やけんな。犯罪の役満が始めてる。特に最悪なのはアニマを都市に連れ出したことだ。そうだな、一番やっちゃあかんことだったなこれ。安全対策にうるさい保守派の評議がここぞとばかりにアニマの処分を。いいえ博士。え、何？ノアがアニマを地下に連れ出したという事実はありません。は？え？まさかパトロックスがノア操った説実はあっとったりするんかな。目と耳が腐ったのかい、デイタ。今日の騒乱はアークノアがただ一人で行った無差別のテロリズム。アニマはそこにいなかった。そういうことでいいですね。ああ、そういうことにしようって言いたいんか。うん、確かに私が間違っていたようだ。何今一瞬考えたんだ。100年に一度くらいそういうミスがある。間があったけど。あ、でもそういう事実にしておけばとりあえず保守派にを騙せるみたいな。記録の改ざんは政治家のお家芸ということか。ああ、これほどの騒ぎを隠蔽できるとは思えんが。隠し通す必要はない。納得さえしていただければ九重評議にご尽力いただこう。九重評議、ああ両親か。アニマもノアもコーコ九重によく似た存在だ。そうなん？さぞ関心が終わりだろう。必要とあらば私もカードを切りましょう。なんだ？バーサーカーソウルみたいな。切るならアニマの名脈にしておけよ。もう諦めろ。小手先の情報操作をしたところでセロンはお前らとアニマの今後を確実に蝕んでいくぞ。まあ自らの手でアニマを仕留めきれなかったのは痛恨ではあるが。ノア、もう口を開くな。テロを起こした上にその被害者にとどめを刺せとは呆れるね。おお、こわ。冷酷無比だ。消去するしかない。マジで？と言いたいところではあるが。と言いたいところで一度だけチャンスをやろう。意外とチャンスくれるな、ジュリア博士。瀕死のアニマの修復措置に全力を尽くすなら消去だけは勘弁してやらなくもない。さあどうする？フケロンノア、アニマを殺せてもお前が死んだら何の意味も。あれ、でもなんかそれ前ノアがクロエに対して言うってようなことと似とるな。却下だな。マジか。おや、消去が怖くないのかい？いつも虚勢を張ってばかりの弱虫のくせに。なすべきことを成し遂げたのに消えるのが怖いわけないだろ。お前らはもうアニマをのうのうとかくまっていられまい。いいかジュリー、私はアークといえど本質は人形だ。人に寄り添いその成長の糧となり、役目を終えたら滅び去るのみだ。デイタ、一応君の意見も聞いてやる。ノアの消去に文句はないね。マジで消される？ええ、しかし機能領域だけは残しておいていただけるとありがたい。特にノアが独自に構築した機能はあらゆる面で活用可能でしょう。まあ私も生意気極まりないノアを消去できればそれでいい。マジか、消されるの？マジで。やめてくれ、この責任は私に。話もな、お前が食いることはない。え、私は一足先に星になるだけだ。マジか、星を与えた後に星になるのか。星になる？たわけたこと。人であろうが物であろうが壊れた後にたどり着くのは無だ。うわー、インストールしてる？やめろ！
ノア、ノア、戻ってこい、ノア。うわあ、マジか。こんなことが。順次たか。死に様は美しい。何言ってんだお前は。お前一瞬の時と変わらんな思考が。じゃあ後処理は任せたよクロエ。私はアニマの修復措置で忙しいんだ。マジか。ノア。次は知るのか。もう少しまともなアークに育てておいてくれたまえ。マジか。俺がサイコパスだことし達成。ノアがこんな感じになったみたいな感じになってますけど。目を覚ませ。メテオラにだって負けないお前が。ジュリーなんかに消されるわけ。いやメテオラより強いわジュリア博士。ある意味メテオラよりも怖いわ。目を覚まして。あ、何？よかった、生きていたんだな。平気か？いやなんかこれノアって感じじゃないな。なんかノアのなんか基本データだけ残って、そのなんつうかこれまでのノアの心のデータ消えた感じがする。ノア、それが当個体の名称です。そうはね、どうだろうな、アンインストールされてるもんは。当たり前のこと。めっちゃ悲しい BGM 流れてきた。俺やっちゃあかんことやった気分になってきたよ。どのようなスペルでしょうか。アルファベットを一文字ずつ読み上げてください。 NOAH だったっけ。お前が違う。冷静に答えていいから俺も。知らないはずないだろ。スペルを読み上げてください。わあやばい、 AI とかそういうロボットものでよくありがちな展開に入ってしまった。 NOA。 あ、 H ないんじゃ、ごめんなさい。NOA でいいんじゃ。ネームド、ノア、ホログラフィックラーニング、クロエ、ファミリーネームなし、プロメテウス所属、マキアパイロット、階級少尉。やばい。リコデザインドヒューマン、制作者ジュリー、所有プロメテウス。所有とか言っちゃった。ノア、アークノアはこれよりクロエに寄り添い人間の思考体系を学習します。学習する前のノアってこんな感じだったんじゃ。会話、行動、マナー、親愛、学習対象は主にこの4項目となります。もうノアじゃなくなってるもん。クロエから学ぶその見返りとして当個体は機能の限りを尽くし、あなたにより良き今を提供します。今。ええ、今に寄り添い人の成長を支えることが人形のかけがえのないあり方です。あのノアもさ成長してたんだけどな。電子人形アークノアは常にクロエ、あなたのそばに。ああ、私のそばにおったさ、ノアがおらんようになってしまった。本当は全部覚えてるんだろ。俺のことも青葉のこともクロエのことも。あ、罪悪感が強い。ヤマト、アマナギ、プロメテウス所属、マキアパイロット、階級、少尉、当個体とヤマト、アマナギの間に会話、その他の更新に関する記録は存在しません。他人みたいに、いつもみたいにからかってくれよ。からかう。親密な関係性を前提とした名誉の毀損行為です。いや、そういう言い方やめてください。当個体が出会って数分のヤマトにからかうを行うことは適切とは思えません。いや、そうだけど。数分じゃねえ、俺たちは2年間も一緒にメテオラと戦ってきた仲間だ。淡々としているね。ああ。前の人格の面影すらも残っていないだなんて。おそらくノアという人格を構成していた原体験までもが完璧に初期化されてしまったんだろうね。マジか。絶対メテオラとの戦いに関係ないところですごい悲しい出来事起きとるんやけど。もはやもうアニマがどうとかいう関係なくなっちゃったからな。僕らの知っている元気で明るいノアは。これ何エンドやねん。ラーニングと情報収集の結果生じた後天的な人格だったということになる。なるほど。要は記憶喪失ってことだろ。なあ、記憶って取り戻せないものなのか。記憶に紐づいたものを与えてみれば
何か思い出すかもしれない。わあ、俺そう言われてさ、アニマにさ何も出さずに終わってしまったもんな。私がノアの姿を見るたびにコウコのことを思い出していたように。確かにそれは有効かもしれない。僕の母さんも入院していた頃に記憶が混濁したことがあるんだけど、母さんと縁深い人の画像を見せたら、その時だけふと正気になって思い出を語り出したことがあるんだ。そうか。クロエ、ノアに何を見せるべきだと思う？なんだろう。あ、イチゴ。そうじゃ、ノアイチゴ好きだったもんな。イチゴ、ノアちゃんはイチゴを食べ放題だ。よったよった、ワイド序盤に味覚を学習したノアが最も好んでいた食物はおそらくイチゴだ。そうやな。イチゴなら本物がサンルームにある。ノアをサンルームに入れてやろう。あれ、でも入れれるんか。いいじゃねえか、それ。ノアずっとサンルームに入りたがってたもんな。でもクロエ、ノアをサンルームに入れてあげることは可能なの？確かにそうだ。ノアはサンルームに入れない。でも、でもサンルームは最初にノアが現れた場所でもある。初期状態のノアならもしかすると。あ、そうか、そういう感じなんじゃ。ノアが入れた。なんか感動的だな。なんだろう、どうして、逆にどうしてさ、いろいろ経験積んできたら中には入れんようになったんだろう。ほら、初期化されただけで入れるようになるんじゃ。いちごも何か少しでも思い出すことはない。ダリア、キク科、ダリア属、多年草植物です。わ、これ思い出さんやつやな。ダリアではメキシコ原産、命名者はスウェーデンの高名な植物学者リンネであると推定されています。なんか冷静だな。それは知識だ。誰にだって呼び出せる情報に過ぎない。私たちが聞きたいのはお前の抱いた思いや感性だ。感性の定義を教えてください。綺麗とか美しい、考えるより先に思わず生じる、そういう衝動的な言葉のことだ。クロエからそういう話が出てくるっていう感じになる。ダリアは綺麗なのと個体の感性、 BGM 変わった、そのように調整することをクロエは望むのですね。あれ、なんかコウコがかつてクロエに教えたことをクロエがノアに教えるような感じがする。調整、いや違う、感性は調整するものじゃない。綺麗はもともと人の中にある感覚のはずだ。お前の中にだって。なんかやばいな、これはこれでなんかいい、なんかいいなって感じがするのは何だろうな。クロエが人間の感覚について人に教えるっていうさ、すごいクロエの成長を見えよるような、そんな感じの展開に見えてくる。クロエ、当個体には生来の感性は存在しません。感性および感覚は後天的に構築していくものと定義されています。クロエもコウコと出会う前ではこんな感じだったんかなって。だけど前のお前は最初にここに現れた時ダリアに感動していた。綺麗だって。以前の当個体がそう感じていたのだとしたら、ダリアを綺麗と判断する文化あるいは常識をその時すでに学習していたからでしょう。私のところに来る前にノアはある程度のラーニングを受けていた。ほう、いうことになるんか。そのように推測されます。ノアって確かコウコの両親がジュリー博士に頼んで作ったアークだよな。じゃあコウコの両親が前のノアを育ててたってことか。ダリアってところがコウコの好みっぽいところあるよな。その可能性が一番高いと思う。でもここの絵表記ご夫妻がノアと話しているところなんて、コウコ自身が話しちゃったかな。ねえノア、君の制作者は誰なのか聞いてもいい？制作者はドクター・ジュリーと明記されています。あ、うん、まあそうだな、ジュリー博士か。ここの絵ご夫妻が君の制作に関わったという記録はある？いえ、
研究者、共同研究者、出資者、協賛者、そのいずれにも九重夫妻の名義はクレジットされておりません。ジュリー、その辺のことを聞くことはできないのか。無理だよ、今はアニマの修復措置で忙しいし機嫌が最悪だ。そもそもノアはどんな役割を果たすために制作されたアークなの？前のノアは人のためにあらゆることをしてくれたんだ。都市の運営補助、マキアの操縦補助、それに歌で人々の心を癒してくれたり。もう立派に一人の人間だったもんな。本当は何をしたかったのかはよくわからないんだ。わからんのかい。思考を学び、アークのさらなる進化を目指すこと、それが当個体の第一目標であり役割と言えます。人の思考を学ぶ、その方法は？当個体は学習において人との対話を重視します。どうして対話を重視するの？それは最も非効率な学習方法だ。アークなら情報をいくらでもネットワーク上から入手できるじゃないか。確かに当個体はアークですから、10年分の情報を一度に学ぶことも可能です。しかしそれは10年の経験を経たことにはなりません。ほう。経験、人と近い状態で人と同じ時間を生きること。当個体は人の一日のサイクルに寄り添うことで人生という経験を重ね、日が経つごとに当個体にもともと備わっていた機能を順次解放の上拡張していくことで成長を疑似体験します。なるほど、そういう感じでデータ化する前のノアは成長していって、どんどん一人の人間としてなっていったよな。経験、その蓄積による成長、そこにアークと人の差異を埋める最後の鍵があると制作者ドクター・ジュリーは判断したと推定されます。そうなんじゃ。じゃあどうすれば君は成長しきった、人になったと言えるのかな。当個体が人を目指すにあたり具体的な模倣対象が設定されています。当該の人間のエミュレートを完了した時点で当個体は人の思考を獲得したと判断されます。ほう。ノアは誰のことを真似しようとしているの？当個体の思考性に関する情報を開示します。何何？効果が魔法対象、それにクロエも。あ、クロエって書いてあるんだこれ。クロエの魔法をするってなんだよその目標は。コウコさんをモデルとしてデザインされたアークであるノアにコウコさんの人格を模倣させようとするのは自然なことだと思う。ほうやな。でもどうしてクロエを？模倣対象は制作者によって選定されたものです。当個体自らが設定したわけではありません。ほう。ジュリーがその目標を仕込んだ。ノアをコウコであり私にする、なぜ？意味が分かんないよジュリア博士、気が狂ってんのかな。エミュレートの対象であるクロエ自身が当個体を呼び覚まし命名まで行ってくださったことはこの上ない幸運でした。なあノア、この塗りつぶされてるのはなんだ？あ、なんか産業あるうちのコウコ、クロエでもう一人なんかあるみたいな感じになってるな。それに関しては当個体自身にも読み取ることはできません。あれ、なんか重要人物がもう一人おるん？おそらくは制作者が設定したものではないでしょう。え？以前当個体に宿っていた人格が形成した強い思考性の痕跡と推定されます。あー、消されたけどみたいな感じのやつか。前の脳の痕跡が残っているということか。おお。そのように解釈することも可能です。何かクロエにまつわる思考性であることは間違いないね。なんかちょっと希望点があるんやな。考えてみれば当たり前のことだよ。ノアはずっとクロエと寄り添っていたんだから、日常でもマキアの中でも。そうな。クロエ、このサンルームを当個体の拠点とすることを許可いただけますか？拠点？当個体の目標成就にあたりサンルーム以上に理想的な拠点は想定できません。
エミュレートの対象であるクロエが住み込みで管理を行っている上に、ここにはコウコココノエの痕跡が色濃く残留しています。当個体に同居の許可を。クロエ、これは許可せざりには負えないよね。いいぞ、お前はここにいろ。うん。ただお前はクロエにもコウコにもなる必要はない。お前の記憶を取り戻す。それができなくても前のノアと大差ない。そんな人格や感性を獲得してほしいと思ってる。保証はできませんが、学習の方法次第では当個体に以前のノアと近似の人格を宿すことは理論上可能かと。そっか。ノアが戻る。当個体の全人格を諦めきれない、それがクロエなのですね。一つあなたを学びました。おお、学んどけ学んどけ。バッドエンド入るかなと思っとったけどさ。失くしたばかりの頃、私はずっとサンルームで承知していた。よかった、バッドエンドのルートに入るかなと思っとったけどさ、割とクロエが人間として成長しとるとは分かった。割といいシーンだったんじゃないかな、そんな気がする。